皆さんこんにちは。古美術エーザーが提供する骨董品の時間、出張編のナビゲーター G です。今回は東京都新宿区下落合にあります新宿区立中村常アトリエ館にやってまいりました。異常な閑静の住宅街の中にこの美術館はひっそりと佇んでいました。目をつくのは赤い瓦の屋根。時代の重さを感じます。ところで皆さんは中村常という画家をご存知でしょうか？明治20年1887年に水戸市で生まれております。陸軍の軍人さんであった長男の方を頼って東京に出てきます。入学したんですけれども、途中で結核になってしまって、で軍人になる道を断たれてしまいます。でその後、千葉の方に西洋に行くんですけれども、その時に画家になろうと決心しまして、画家の道を目指します。文展とかで出品すると賛同いただいたり、そんな感じで出せば入賞するような感じになりますね。はい。その後に新宿の中村屋さんの、アトリエに住まわせてもらうことになりまして、3年近くそこで勉強するんですけど、そこで知り合った中村屋さんの長女のとし子さんの絵が あるんです。その方と恋愛関係になりまして、結婚も考えたんですが、ご両親に反対されて、そこを、出ざるを得なくなります。でその後に、ここに、土地を買って、でアトリエを建てて、最後亡くなるまでここに過ごしておりました。まさに時代を感じさせるアトリエです。自分の財力だけでは建てられないので、パトロンの方、支援してくださる方にお願いをして、こちらの郊外に少し足を伸ばして、でこの辺に建てるっていうふうに決めたそうです。中村常さんが亡くなった後、鈴木誠さんっていう画家さんが長くお住まいでした。鈴木さんが住まわれている間に、アトリエに建て増しをされていて、大きなお屋敷になっていたんですね。で新宿区が、ここを管理することに決まって、一度それを全部建て壊しをして、で当時の部材をなるべく再利用して、建築当初の形に復元をしようということになりましたので、10年前にここを開館したんですが、床の部材ですとか、それから天井はほぼ当時のままのものを使って再現しております。あとドアですとか、窓枠ですとか、なんかいろんなもの、古いものありますが、それは当時のものを使って再利用して復元をしております。アトリエを抜けると、常の身の回りを世話するために同居した岡崎キーの部屋があります。こちらも非常に趣があります。土間には屋根の骨組みの一部が飾られています。併設されている展示室には、中村常の生涯や画業を知ることができます。お庭もとても印象的。いろんな
たくさんの方に知って見ていただきたいなっていうふうに思っております。ぜひいらしてください。非常に心が洗われるような空間、ぜひ訪ねてみてはいかがでしょうか。